照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープの1回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、現役時代は西さんは試合前必ずやっていた何か準備というのはあるんですか？特にはないんですけども、やはりあのピッチャーの資料をよく見るということですかね。なるほどね。やはり準備万端に越したことはないということですよね。まずはベイスターズの先発モスコーソが横浜スタジアムのマウンドに上がります。さあ、カープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？小宮山さん、もうすでに日本人バッター、そして日本野球の特徴も頭の中に入っていると思うんですが、やはり2年目となると投げやすくはなってますかね？そうですね、あの1年間の経験がかなりプラスになっていると思うので、今年は相当期待していいんじゃないかなというふうに思いますね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。2球目決まっています。変化球で空振りを取ります。まず1つアウトを取りました。は何でしょうかね。まあそうですね、小技もありますから、セーフティーバントなんかも警戒しておきたいですね。なるほど。ではバッテリーの組み立てに注目ですね。これが1球目。初球空振りです。インコース、これは入りません。切れていきます。ファウル。引っ張った。これはどうだ。三遊間抜ける。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックス丸、前回のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上のピッチャーはモスコーソ、そしてキャッチャーは高城。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。ファウルになります。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあ、打ちました。切りました。ファウルボールです。またファウル。ここもファウルです。いい当たり。これはどうか。ライト前ヒット。二塁はセーフ。ベイスターズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。ファースト背番号25。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。そういった攻め方をしていけるかどうか。外から入りました。できればゴロを打たせたいんで低めを攻めたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。さあ、追い込みました。まあ、次はボールになってもいいくらいの気持ちで、引っ張った。これはどう。三遊間抜ける。ホームに送球。これで4試合連続安打。ワンアウト満塁です。ここは慎重にいきたいところですね。まあ、そして次は警戒すべきバッターが相手ですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。そうですね。さあ、気をつけていきたい。エルドレッドがバッターボックスです。ファウルボールです。
できれば三振を取りたいですね、ここは。そうですね。次はボール気味のチェンジアップで勝負してもいいかもしれませんね。このピンチ空振り三振に切って取りました。ここはなんとか踏ん張りました。ツーアウト。ここで先制点を与えるわけにはいきません。三振でツーアウトです。ここは絶対気を抜けない場面ですからね。さあ、そしてバッターボックスには鈴木が入ります。さあ、ツーアウトながらなおも満塁の場面が続きます。まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。緩い変化球、まずは見送ります。今度もど真ん中に来ました。さあ、この満塁のピンチをどうくぐり抜けていく。空振り三振、ここは投げ勝ちました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。ピンチの場面でしたが連続三振で切り抜けました。この三振で気持ちが乗ってくるんじゃないでしょうかね。先制のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。変わりまして、西さん、各バッターはある程度先発ピッチャーの攻略法、データというのは頭に入っているものなんですか？もちろんね、バッターボックスに入る前に、しっかりと頭の中で整理してから入りますからね。なるほどね。カープマウンドに上がるのは先発の野村。さあ、ベイスターズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。桑原が打席に入ります。さあ、小宮山さん、今シーズン自身初の登板となりましたがいかがでしょう？まあ、緊張してると思いますけど頑張ってもらいたいですよね。緊張の立ち上がりになります。まず打ちをついてきました。空振りになります。これは手が出ないか。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターは2番に入っている石川。前回のゲームでマルチ安打を記録しています。野村、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球簡単にストライクを取ります。入りました。ノーボールツーストライクです。打ちました。セカンド取る。アウト。ツーアウト。バッターは3番梶谷。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました。これはどうか。この回ベイスターズ三者凡退です。2回に入ります。7番から始まるカープの攻撃、バッターは阿部。さて、ベイスターズの先発はモスコーソ。豪快なスイングは空振りになります。落ちるボール、空振りになります。ノーボールツーストライク。三振です。ワンアウトです。ご覧いただきましょう。際どいコースに投げ込んできました。三振です。バッテリーの思惑通りに振ってくれましたよね。8番バッターはキャッチャー石原。モスコーソ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。ワンストライクです。低めの球ストライク。あっという間にツーストライクです。
真ん中打ちました。これはどうだ、センターに抜ける、ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁には先制のランナー、そして打席にはピッチャーという場面です。まあここは送らせるんじゃないですかね。バントしました。ピッチャーが取る、二塁を送ります。セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。ピッチャーからすれば理想的な打ち取り方ですよね。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。0対0同点です。2回の裏、さあベイスターズこの回は4番から始まります。筒香が打席に入ります。ベイスターズ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。入れてきました。ノーボール2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには5番ロペス、野村、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。引っ張った、三遊間抜ける、ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターはグラモン、ヒットでランナーを一塁に置いています。これが初球、初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。送ります。野村一塁送球、ツーアウトになりました。送ってきました。送りバント成功です。ツーアウトランナー二塁、打順は7番白坂。ここはツーアウトにはなりましたがランナーを送ってきました。まあここはどうしても1点欲しいという判断でしょうね。さあベイスターズ一打先制のチャンスです。打ちました。新井一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。先制のチャンスがあったベイスターズですがそのチャンスを生かせませんでした。2回終わって0対0同点です。小宮山さん、まずまずの立ち上がりと見ていいですかね。まあ、そうですね、まあ、持ち味を発揮してという感じですかね。そうですね、両投手の特徴が出てますよね。これが2球目、高めに持ってきました。ノーボール2ストライク。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。三振を取りました。まず一つアウトを取りました。素晴らしい投球を続けています。2番バッター菊池、まあ、さっきはストレートを打たれましたからここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。空振りになります。あっという間に2ストライクです。3球目は何で来るか、ファウルになります。低めに外れてボール。さあ5球目は何か、これもファウル。3番バッター丸、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。空振り、低めの球、ノーボールツーストライクです。この球は外れています。
張った。取りました。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回カープ3人で攻撃を終えています。0対0同点です。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあ、どちらがその主導権握るんでしょうか。インコースストライク。見送っています。ノーボールツーストライク。打ちました。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発のモスコーソがバッターボックスに入ります。まあ打てないにしてもね、球数投げさせるくらい。